しゃべくりマッチラ始まるよ。はい、皆さんこんばんは。1月11日月曜日、523回のしゃべくりマッチラの時間がやってまいりました。今日のマッチラですね、まあ私も朝起きましたらですね、雪が、ね、積もっておりました。まあ、1センチ弱ですけれどもね、まあ、あの雪かきをしてまいりまして、で町あるセンター来たらまたやっぱり同じなので、ちょっと雪かきね、道路のところを雪かきしましたね。まあ今日も、どんど焼きっていうんですかね、がありましてですね、各地で多分行われてはいるんですけども、コロナの影響でやっぱり今まででしたら、どんど焼き終わった後一杯飲んでっていう形があったんですけども、コロナの影響で、まあ、そういうことがなくてですね、まあ、人数もあんまり大勢集まらないようにして、まあ、あと穀物っていうかね、そういったものを配ってそれで終わりっていう形が多いようですね。そんなマッスルでございますけれども、今日のゲストをご紹介いたします。マッスル町清野地区にですね、移住されて、養蜂業をちょっと営んでるんですね。ちょっと珍しいんですけども、ガムテン養蜂っていう名前でやっておられましてですね、まあ、ちょっと珍しいような名前でやっておられるのでね、まあ、この今日おいでいただいてですね、菊池秀幸さんなんですけども、よろしくお願いいたします。まあ、最初に、まあ、お聞きしますけど、松代に来る前って何をされてたんですか？はい、もともとは社会人の時は、うん、神奈川県で運転の先生をしてまして、うん、あ、自動車の？そうですね、レンタードライバー専門 の、 インストラクターをしておりました。またどうしてこういう養蜂のあれになっちゃったの？そうですね、子供の頃から昆虫全般は好きでして、でさらに若い頃はその昆虫写真で食べていけたらななっていうことも考えてたくらい、はいはい、虫は好きだったので、うん、心のどこかでその方向に行こうと思ってたのかもしれません。なんかそれを、でもこれ養蜂をやるのに多少プラスにはなってる？そうですね、外敵、天敵の知識ですとか、うん、ミツバチの呼吸といいますか、うん、タイミングとか、うん、そういうのは虫をたくさん見てたんで、うん、有利だったとは思います。あ、なるほどね。それであれですかね、これ真っ白に来たって何歳の時来られた？何年前に来られた？42歳くらいで松代に移住したと思います。うんうん、どうして松代っていうあれなんですか？松代は最初はその知り合いから長野に移住したらっていう勧めがありまして、最初は安曇野に3ヶ月ほどいたんですけど、ね、あら、そうですか。でただ養蜂家というのがその長野の北の方がよろしいような話も聞いたことがありまして、でそのまま長野市の方に来ましたね。あ、なるほどね。はい、それでも何年って言いまして、7年っておっしゃった？約5年くらいでしょうか。5年ぐらい。だいぶ慣れましたね、その地区の人たち。そうですね、皆さんとてもいい方で、うん、オープンなところがありまして、はい、で隣近所の方もすごくよくしてくださったので、はいはい、とても快適に暮らせています。そうですか。おかげさまで。これ今このそば蜂蜜っていうのでね、今書いてあるんですけども、この仕事ってお一人でやってらっしゃるの？そうですね、奥さんも？基本私一人ですけども、うん、たまに家内も手伝ってくれる。ああ、そうなんですか。うん、よく蜂だっていうとみんな刺されて嫌だねっていうのあるじゃないですか。はい、菊池さんなんかどうなんですか？刺されるってことやっぱあるでしょう？ありますね。うん、まあ、週に一度くらいは刺される形ですね。うん、そういう蜂蜜、蜜蜂だったら大丈夫なんですかね？普通だと何回か刺されたらちょっと危ないよっていうのはよく聞くんだけど、そういう点は大丈夫？やっぱりその方の体質によるみたいで。ああ、そういうこと。私の場合は最初はすごく腫れましたけども、うん、慣れてきたらあまり腫れはなくなった。なくなりました。なるほどね。あと、まあこういうそのガムテン養蜂をやるっていう、まあ、これ自分でやらなきゃっていうんだけど、勧誘にあたっての準備とかってどんなふうにされたんですか？
あの新規就農制度という制度を使いまして、はいはい、市の担当者の方についていただいて始めたという形です、ね。なんかそれできて養蜂どうのこうなんてあれですか、なんか担当者もっていう感じしなかったですか。そうですね、最初はもう私も新規就農制度はほとんど知識がなかったので、はい、あのもう電話でまず養蜂自体がその該当するのかどうかという質問から入った感じです。向こう即答されました。いえ、あの2日後くらいに確か返事が来まして、該当しますってことだったんで、よかったね。そうか、担当者も初めてだったね、多分。そうですね、分かりました。さてさて、じゃあそのこれからですね、これ今までのこういう養蜂のお話をちょっと聞ければいいかなと思って、このなんかガムテン養蜂っていうのの言われがあるっていうんで、この犬こそが出てきたんだけど、これちょっと説明していただいて。ガムテン養蜂のもう由来そのものですけど、手前の犬がですね、元は保護犬って言いまして、はい、あの飼い主を探されてるその保健所からボランティアさんが引き取っていた犬なんですね。で手前がガムという犬 で奥の黒っぽいのがテンで、こちらはあの琉球犬っていう犬のミックス雑種になりますね。両方メスです。それでその名前でこのガムテンっていうの。そうですね、あのもう家族のようなものなので、あ、じゃあ君たちの名前をいただこうかという。なるほどね、なるほどね。さてこれから本格的にその蜂蜜のあのあれですね、関係の方の話していただくんだけど、これは何をあれしてるんですか。これはあの蜜蜂の巣を後で扱いやすくするために、はい、あの整った形の巣を持って作ってもらうために、巣素と呼ばれるものをどんどん刺していくわけですけども、これは枠を作っているところです。これは自分で作るんですか。そうですね、このパーツ自体は販売されているんですが、組むのは自分で。あ、そうなんだ、はい、あ、じゃあ何、菊池さんもこのパーツは買うんだ。買います。自分でこうやってノコギリでやるとかって、そういうあれじゃなくて、できればかっこよかったんですけど。そうですか、はい、これはどうされてる。これは先ほどできた枠に、巣素のシートというのが、蜜ろうで作ったシートがありまして、それを電熱器で圧着しているところです。これやることによってどうなるんですか。これをやることによって、蜜蜂がその位置から作らずに、この巣素をもとに巣を作れますので、整った巣が作れると。じゃあちょっと先行して楽させてあげてるんだ。これはまたいいじゃないですかね。これはどこのあれですか。これはあの小松原っていう地区の、小松原ありますね、山の方なんですけども、りんご園の端っこに土地を、ミツバチを置かせていただいてまして、新緑の頃ですね、ちょうど。これいくつぐらいこれ箱あるんですか。この時でだいたい80いくつかここには入ってます、ね、やっぱりこのくらいないとダメなんですか。そうですね、この中からその、8月にそばの蜂蜜取るわけですけども、強い群をこの中から選んで持っていきますので、このくらいあった方が安心して、いられますね。なるほどね。要はここに置いといて、それでもって中見て、健康そうだっていうの人って感じで、健康そうな蜂を持っていくってことなんですか。おっしゃる通りですね、あのもう大群を連れていく形ですね。あ、そうですか。はい、大群連れてくって言ったってどうやって連れてくの。昼になるとミツバチは出てきちゃいますので、あの朝の4時くらいの暗い時間に行きまして、はい、シャッターを全部閉めます、うん、で1匹もなるべく出ない状態にして、トラックに積んでそば、の畑に移動するということですね。これがまたすごいね、ガチャガチャ言いますわね、はい、これだっておっしゃったね、女王蜂ですね、これ今何やってるあれなんですか。お尻を下の方に向けているのは分かるかと思いますけど、はいはいはい、卵を産んでいるところですね。周りのあれは全然関係ないんだね、こういう。そうですね、あのサポートしてるというようにはあまり見えませんけど、ただ密集している状態で産んでることは多いですね。
これはまたいいじゃないですかね。これリンゴのあれですね。はい、先ほど の、 あの箱がいっぱい並んでたところ の、 あの花のアップです。こういう綺麗な、ね、あの蜜を取るような形になるんだね、はい、これは何でしょう。先ほど の、 あのリンゴの蜜とか花粉など春に蜜源がたくさんありますので、うんうん、だんだん蜂が増えていって大群になって、うん、そろそろそのこの上なんかそうなんだね。そうですね、うん、あこの間もいっぱいいるわ、はい、間もぎっしりいますね。いっぱいいますね、はい、あこの下もいっぱいいますね。こうなっちゃうとあれなんですか。これが有料な群ですね。あじゃあこういう人こういう蜂を連れていっちゃうわけ。はい、これは何をやってるとか。これはあのリンゴの蜜とかも満タンになりますと、うん、もう蜂がそこに卵を埋めなくて増えなくなるんで、こうやって蜜の部分を絞ります。で蜜蝋という蝋で蓋がしてあるのを切らないと蜂蜜が露出しないで取れないので、その切っている作業ですね。でこれが終わってこういう形になるね。はい、これは何でした。これは遠心分離機と言いまして、うんうん、これは9枚掛けのタイプで、うん、これがあの回転することによって蜜が取れる機械です、うん、なるほどね。これどんどん回転させちゃっていいんですか。これはあのあまりやりすぎますと巣が壊れてしまいますので、うん、この点々となってるのが巣なんだよね。そうですね。この中に蜜が入ってるってことでいい。はい、でそれを跳ねのけちゃうんだよね。そうですね。でまたこれを使うってこと。もう空になったのをまた刺します、巣の中に、あそうするとまたそこへ入れていくってことね。そうですね、はい、作ったやつこれは何どういうあれですか。これがリンゴとあと赤ニセアカシアの蜜が混じったミックスの蜜ですね、うん、はい、これが本体今言ってましたあれですね。はい、8月の、ね、まあ、8月後半ですね、うん、飯綱高原のそば畑です。うん、これが咲き始めた頃っていうんですかね。そうですね。これ何やってるところですか。これはあの場所が場所だけに熊がよく徘徊しますので、熊よけで電気の柵を二重にしている作業中ですね。熊に襲われるってことはないですか、菊池さん自身。私は幸い襲われてないですけど、出くわしたことは 2,3 回ありまして、うん、運よく向こうが引いてはくれましたけど。かない人いるなって感じかな。どうでしょうか。これまたすごいね。はい、後ろから撮ったところですね、これは。この2段にしてあるんだよね、これに。はい、これは意味があるんですか、2段に。そうですね、下にミツバチたちが、うん、そのたくさんさっきいた状態で、はい、上はもうその蜜を取るためだけの段になります。でそれぞれ枠がぎっしり入ってます。うん、あ これはどういうあれでしょう。はい、左側があの金網みたいなのがありますけど、うんすね、それによって女王蜂が上に上がらないようにします。あそうか、これ上こういうふうにかぶさるってこと。はい、うん、これいっぱい細かいのがね。そうですね、下に下に集める。これは 犬ですね。 これ、はい、この子が熊を監視してくれる大事なボディーガードになります。これは何もしなくてもあれですか、これ騒ぐになるの、ワンワンワンとかって言うですか、これ熊来たりとか。そうですね、鳥とかにもたまにガサガサって姿見えなければ吠えてくれますんで、心強いですね。いや知らない人間来れば吠えるってことかね。これ人間にはあまり怒らないです。あまり吠えないから、なるほどね。さてさて、これがあれですね、蕎麦の、はい、蕎麦の蜂蜜ですね。どうしてこういう黒いんですか。これはまあ、ポリフェノールだのミネラルっていうのが豊富でして、うんうん、特に鉄分が5倍くらい普通の蜂蜜よりあるみたいですけど、そのポリフェノールとかの色で黒いと言われていますね。別に問題ないあれですね、こういうものだったんですね。たっぷりですね。逆にね、はい、はい、これ1トカン、これ1トカン、はい、これが何キロだったんですか。1キロ入りですね。1キロ入り、こちらは、半トカンなんで、9リットル、うん、大体値段いくらぐらいですか、1トカンで。
一斗缶ですと少しあの割引の価格にはなりますけど、基本1キロ送料込み4000円の計算です。でもこんな大きなやつってどうされるですからか、まあ、一般の方なんかこのぐらい1キロぐらいでいいでしょう。これ大きなところってどういったところですか、はい、お菓子を作る方ですとか、あと料理の方向けに大きな用意しております。なるほどね。これは何でしたか。これがあの手前に斜めになっている枠をどんどん鉢が増えるに従って足すんですが、足すのが遅れると上に乗ってるような無駄巣と呼ばれる飛び出した巣ができてしまうんです。でこれはまあ後で取り除かないと管理が大変になってしまいます。はい、さてさて、これのちょっとピンボケしてるけど、ガムテン用法の詳しい情報はこれでやればいいんですか。はい、この4文字で上の方に出てきますので、うんうん、なるほどね。まあちょっとあの一通りご説明いただいたんだけど、分かったような分からないようなっていうのがあるんだけども、まああの菊さんこれからお聞きしますけど、これからどんなように、はい、取り組みをやっていけると思ってるんですかね。はい、ちょっとお聞きしたい。まずあの今1キロ入りが一番小分けしたものですけども、うん、もう少し小型のものも今は考えております。なるほどね。あとはその学校さんですとかで、ね、そのミツバチの先生をやってくれないかっていう話もたまに、ね、来ますので、うんうん、あのまあ、時代が落ち着けば、うん、そういう方向でも考えております。あ、なるほどね。はい、分かりました。まあ、ちょっと地元密着でいろいろやっていただければいいですよね。はい、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、今日はね、宮沢大将が欠席ということなので、ちょっと私一人で流させてもらいますね。ですね、今週の16日土曜日ですけれども、龍泉寺のね、閻魔大王拝観図っていうのでやります。あとそのご案にありますけども、あと2か寺合わせて3か寺を巡ってですね、その拝観図を見ていただくっていうイベントでございます。町割センターへ9時半から受付やってまして、10時出発になります。約2時間ぐらいっていう形になりますんでね、ぜひご参加いただければありがたいなと思います。駐車場がないので、まっすぐ駅の駐車場から歩いて10分ぐらいですのでね、ご参加いただければありがたいな。会費は一応1000円になりますのでよろしくお願いします。はい、で来週ですが、宮坂さんが今度やるんですけどもね、真っ白にですね、獣医師さんいらっしゃいました。小山動物病院っていうのがあるんですけどね、今まではね、東城にあったんですけども、今度はあの真っ白のね、中町からちょっと下がったところに新たにね、ちょっとできました。本田さんのね、斜め前にあるんですけど、そこの獣医さんに来ていただいてですね、今までのまあいろんな取り組みみたいなのね、お話をちょっと聞く、まあ、お父さん、それから今言ってるこの先生、この息子さんたちもなんか獣医なのかなっていうようなお話を聞いてますので、まあ、どんなお話になるかちょっと楽しみかなというふうに思いますので、来週は宮坂代表が、獣医師さん、小山さんをお迎えして、はい、お聞きするような予定でございます。はい、そんなことでよろしくお願いします。松代はあなたの街。それそれそれくり松代、また見てね。